一個その一つになってくるものっていうのはやっぱり私の心に関わるものなんですね。皆さん今日は呼吸をいつもよりもう少し長めにできるような練習と、それから一つ大事な目線って言われます、見るべきところ、集中していくためにここを見ましょうという意識、指導を少し取り入れていきたいと思いますので、どんどん吐く息外に出していきましょう。お腹を吐く息で最後スープしていきます。最後には挨拶をして終わっていきたいと思います。では皆さん息を吐いて体の力を抜きながら頭をしっかり倒していきます。ではここで皆さん挨拶をして終わっていきましょう。今日はありがとうございました。